グリーンキャリーかな。あーいいとこ落ちたけど。すごいね。まあまあですよね。まあまあですよね。一回さ、これ全員今のとこ脱落ですよ。なんと俺先にやんじゃなかったよ。うわあこれあれだね、今さもう3人見ちゃってるから自分の直感が鈍る、すごい確かに。だから先にやりたかったの。人見たくない。これやっぱ直感だから基本は大事ですよ ね。ここからこの番組は力まずにプロゴルファーの凄さを伝えたり、データ化した、知恵を拝借したり、独自の理論を紐解いたり、これついよね。さあせん、さらに私生活に密着し素顔もお届けする、その名もアリムラの知恵。私は一生懸命、どうしてたんですか、こうしてた。あ、それでも開いてない、開いてるよね、本当に一回ね、勇気も、そう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 、これか。そう、思ったより難しくないんですよ、ただ勇気がないだけで。今回のゲストはレギュラーツアー2勝、長谷川勝治。身長は168センチと小柄ながらゴルフ界随一のアプローチ職人。若手のお手本となるショートゲームは今なお健在。そしてアメリカツアーで世界ランク最高8位の実績を持つ宮里美香。沖縄出身の超感覚派ゴルファーで、国内外で培ったショートゲームは女子ゴルフ界屈指。左、今ちょっとキャリーさせるのがミスしたんですよね、うん、ちょうどあそこにバーンと落ちちゃった ね。やっぱそれ見たから、あれキャリーのそれもあります。はい、そうなんか今のはやっぱ多分ミカちゃんと一緒で、あのそこの境目のところが左から右にすごい傾斜が来てるから、あそこ結局越えるか越えないかで攻め方が全然違うじゃん、うんうん、であの越えたかったんだけどそこをちょっと越えれなくて、あの早めに落ちちゃったからその分負けちゃったんだけど、私はなんか逆にちょっとドローめに打って、うん、右の幅を多めに使えたら、うん、あのキャリーをさせなくていいじゃん、はい、キャリーが短くて済むじゃん、うん、だからちょっとドローめに打ちました今のところ。ドローめとか考えたことなかった、うん、初めて傾斜に乗せるぐらいだな、うん、初めてその思考に触れた。でもやっぱあのこのライからのドローはちょっと難しいなと思った、今見てて、自分でやってみて。あ、もうそこベスト、うん、今のベストだよね、うん、ナイス、うん、あのヘッドがキュッとこう回ってるもんね、はい、だから少しドロー見るかね、ヘッドがクッとこう回ってるね、うんうん、フェースがまっすぐじゃない、こういうライからミカちゃんみたいにちょっとカットするのが怖い。あ、わかる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 。だから私はもう絶対転がし一択だから。なんかあのやっぱ芝がないからちょっとこう跳ねちゃいそうで。なんなら私多分今のところでもパターするよ。そう、うん。俺はこうやって開いたら多分。どうなる？ああでもやっぱ強くなりますね。そうだよね。うまいけど、うん。でもまあまあですよね。まあまあうまいです。あのくらいのやつはもう全然 OK だよね。試合であれば、はい、自分で慰めてますよ。あでもさっきの脱落してなかったと思います。でもね、さっき 俺はあの脱落だからね。本当ですか。そうだよ。あ、審議だったんじゃないですか。有村さんとちょっと勝負だったね。あとやっぱ一番目に打ってラインうちら見させてもらってるので、ああります。後ろ向いてなきゃだ、これ。それゴル様です。なんか、うん、あと逆に左下がりとか聞きたい。あこれこれどこにみんなボールを置いてんのか気になる。じゃあこれでピン行こうか。あーいいですね。 いいね。じゃあ私からいくよ逆に。はい、うん、最後に。でも逆に私はこれ正解知ってないからさ、みんなの見たいかも。みんなのねイメージでどんなんでやるのみたいな。しかもここまあまあ傾斜あるよ。めっちゃ傾斜ある。落とすとこそこしかなくない。ここここだだだ ここかちょいこれかな。ここかなって見るときさね、何を見てんの。うん、うん、ここでパターした時にどこ行くかな。
あっていうイメージ。そういうことね、うん、もうそっから転がりだから、はい、これ一番失敗するのは緩むよね。はい、緩む、ね、緩むのが一番失敗するよね。警戒して緩みます。あのその事前に話すと今やっぱ2つ悩んでるんですよ、うん、これでちょっとキャリーさせて、うん、あの止めに開いて止めに行ってキャリーさせようか、ワンクッション使おうか、うん、で今ちょっと2つ悩んでて、うん、でなんでキャリーさせようかって思うかっていうと、まずこの今のこのライだとちょっと浮いてるんですよ、うんうん、浮いてるからちょっとその転がしに行った時に少し球上がっちゃいそうだなっていう、あとその転がしに行った時に何ていうの、球がさ勢いつきすぎたら結局ワンクッションでも止まんないじゃん。止まらない、こういう時って左下がりだから、うん、それで今2つ悩んでる。最後決める時はどうやって決めるの。うん、確かに。いやもうどっちのイメージでいくのか、じゃあどっちが気持ちいいかで決めちゃう多分。うん、気持ちいいかな。ここで構えて、うん、こうやって素振りしてどっちがいいか、どっちが気持ちいいかなって思っちゃう。いきます。あ、うまくない？あ、うまくない？これで当たれ。止まんないんだ。え？完璧だよね。うまい、うん、完璧だよね。一緒です。これ止まんないよ。うまい。これこのシチュエーションでスピンはもうほとんどかけられないよね。かけられないですね。かけられないよね。だからもう多分この辺に落としてあとどういくかだよね。はい、うん。なんかさ人のアプローチこっち側からこうやって見てるとさイメージ良くならない？わかない？私試合の時とか同じような位置でやる時必ず横でそう、もう真ん中から見る。この人がどこでキャリーさせてるとか全部チェックしちゃう。そうだね。じゃあ私やるこれ。うん、私わかんないんだよこれ。じゃあみんなそれぞれあって最後長谷川さんに見せてもらうとか。そうですね、最後長谷川さん。ちょっとイライにしていい？あ、でも、あ、でも、ちょっと強くなっちゃったか。うん、入れ、入れ。いやだって入り悪かったもん。あ、そっか。でもさ結局はあの辺だよ。うん、結局ね。結局正解が見えないまま打ってしまった。あ、今のはちょっとだから正解が決めきれなかったってこと、うん、なかなか OK には行きづらいとこでしょうね、うん、絶対ピンまで測るんだねミカちゃん。しかも後ろからも見る、うん、それはラインも見てるの？ラインも見てます。ラインもってことはさ他にも見てる。見てるよね、傾斜どのくらい下るかとか、うん、でもパターとして呼んでるらしいのもあの辺からは。カップの縁は芝目見てやつだ。私芝目見えない。あ、全然読めない。じゃあ何見てんの？傾斜だけ。あ、カップの中を見たのは何だ？とりあえずこれ難しいよね。あれ全然 OK だよね。何のとりあえずだいやマジで謎。ボールが入ったイメージよ。あ、うん、うわずいな。でもこれ入れ方何度も確認するよね、うん、なんか、これはうまいんじゃないか。スピンかかってるわ。ねえ、スピンかけた。あ、でもほどけちゃった。いやいやいや、もう多分ね、ほどけたんじゃなくて純粋に傾斜がもう強いだけ。俺やんなくていい？いや、長谷川さんの見せてもらった。これ俺やりづらいわよ、これねえ、笑っちゃうよこれ。でもさ、これ本当後で映像で見比べて三者三様なんだよ今のところ。違いない、うん、打ち方も入れ方も、近いもね、近いね。ちょっと入ってる。あ、でもあれ当たった。あ、また脱落だよ。脱落です。でも最高にうまく打ってますよね、はい、緩んでなくてね。うん、15度、うん、いやそれでチエさん一回打ってみてください。バース15度、うん、いいですか。どうぞ。
あとでバンカー打ってみるといいよ。あ、そうですね。多分跳ねないと。ああ、もうだってこの時点でね、あのね。跳ねそう。あのイメージがここに当たってる。本当に私の素振りだと。あれは確かに当たってる。当たってる。当たってる。やばいよ。どうやって言うと。ちょっと普通に。普通にとりあえず。とりあえずキエちゃんがいつも同じ感じ打ちますね。あ、やっぱすごい刺さるよね。めっちゃスピンかかってる。めっちゃスピンかかるじゃん。本当だ。一番良かった。球が一番柔らかくいってるよね。刺さってるけど、その分、だから自分はこの刺さり方がちょっと怖いんですよ。でも結果的にはどうなんだろうな。ね、結果的にはこんなに。あとは慣れがあるわ、慣れが。うまい。うまい。いや、今のはでもちょっとポッコンした。でも、またポッコンしたのかと思った。確かに。意図的じゃないもん。あ、そうなんだ。今のがポッコンなんです。今のがポッコン。この間の回で、放送回でやってたポッコンです。クラブH に乗ってないんだよね。乗ってないですね。乗ってないね。いわゆるポッコンは。ちょっと打ってみてください。私も行きたい。私もこの。でもみんなに共通していることは、左の手がアプローチした時浮かないよね。浮く人ってアプローチ下手だよね。みんなこう全部手の位置がこうやって浮かないもんね。こうね。でもやっぱちょっと当たるよね。当たる。少し跳ねてるよね。跳ねてます。少し跳ねてるね。すげえな。少し跳ねてる。これはでもこういう風に打った方がいいのか。ああ逆に、うん。ちょっと一回転がせばいいんですよね。これ普通のアマチュアの人打ったら、はい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 、こういう感じになる。あの周りにはほとんど行かないよね。多分そこかグリーンオーバーさせてますよね。このすごい難しいシチュエーションですよ。絶対入らない自信なんだけど。どっちかというとこういう構えだからね。ちょっとシャングっぽくなった。難しい。エリナの打ち方が一番当たるんだろうね。うん、当たりそう。ちょっとカット目じゃん。うん、でもいつからさそんなかあのアドレスになったんだっけ？どのアドレス？ちょっとカットっぽく。そうだよね。そうだ。一番。あ、でも今は、こういう場所だから。こういう場所だから。あ、なるほどね。通常営業は、はい、これぐらいです。あ、これぐらいです。あの見てもらっていいですか？いやいやいや、分かった。悪かったよ。これはスピンかけらんないよな。あ、ダメだ。いや絶対でもそれはもうバンスだと思う。これは難しい。これはバンスだと思う。バンスでした。え、ちえちゃんのバンスないんだっけ？10にやらせて。これ10でしょ？それ10らしいんだけど。違います。でも違う。でもそれでも弾いてたから弾かずに打てんのかなと思って。あ、でもこれ10だけど数字は、うん、もうちょっと削ってる。あ、これ入れやすいでしょ、うん、あ、ここの差が違うもん。ここ入ったよ。入れたよ。おここ。あ、全然違う。そうだから10じゃないんだよ絶対。あ、ちえちゃんのがね。そうそうそう。ミカちゃんのさ、ちょっとこう、うん、手首をこう使う感じの、さっき、はい、使ってました、はい、それが今誰入ったの？はい。おろ、やっぱ見てない、やっぱ見てない。もう毎回見てもらってないわ。いや、私のクラブ。うまい。え、めっちゃうまい。でも結構勇気いる。でも多分これほら、私のこれ私のじゃないけど。めちゃくちゃ左足。あ、ここミカちゃんのか。あ、左足に置いて重心してます。へー。でこの時もさ、やっぱさあんまり開かないの。ちょっと開いてるよ。でもちょっと開いてる。あ、フェースね。手加減違う。これやっぱグリップが全然違う。あ、そっか、うん、バックライン入ってる。バックライン入ってるんだよ。私はなんかもっと短く持って重心下に置いて左体重。ちょっとさっきのバンカーっぽい感じの。はい、そうです。ボールがめっちゃ動いてる。もっとボール近くてもいいです。マジ？うん、
ちょっと下に当たるな。うん、確かに当たってる。でもイメージはそんな感じ。うまいよね、ミカちゃん、あれが本当。でもそんだけさ、パッて見て人見て分かったらさ、人がラウンドしてる時とかに、あ、これ寄りそうだなとか、うん、あ、これ寄らないなとか分かる。なんとなく分かる。へ、うん、私はあの距離を出して転がさなきゃいけないアプローチが苦手なんですよ。花道からとですか。そうそうそう、ありますね。影ある。ちょっとやってみたらいいじゃない。いいですか。ちょっとやってみたらいいじゃない。有村の知恵。これとかさ、左足上がりで球止まりそうで、ね、なんか転がすか転がさないかすごい悩んじゃう。これで止まっちゃうんですよ。なるほど、わかる、うんうんうん、なんかもうちょっと低く出したいんだけど、ライ的に低く出せないじゃない、こういう時って。あの左足上がりだから。ああ、ちょっと手前すぎたか。58ですか。6、56。さっきのフェースの向きじゃないですか。バックスイング開いてるから。あ、今のがやっぱさっき言ってたミカちゃんみたいにちょっとこうフェース閉じながら、ね、それの方がね、それの方が足を出せられるよね、うん、だから僕今ちょっとやってみてちょっと緩んじゃったんですけど、はい、あ、ちょっと今引っ掛けた。でもちょっとさ、ミカちゃんさね、一回打ってみて、はい、ミカちゃん一回打ってみて。なんで二回言ったの。はい、入って言ったみたいだよね、二回目、二回言うの。じゃあ、ほら、ちえちゃんと比較して何が違うかを言えるじゃん。あ、う、あ、ん。難しい。ちえちゃんの方が結構その場な感じ、ミカちゃんのがちょっとこう腰もなんか体重移動入ってるっていうか、体重移動までいかないんだけどちょっとああいう感じ、ね、でちえちゃんはとなんか上げる時みたいになんかちょっとその場な感じ、その場で回転してるじゃない、そうそうそうな感じがするから、なんかもうちょっと体重移動みたいなのがちょっと誰のくらい怒られるよ。ザラザラ。いや全然大丈夫。そう？いや違う。え？どう？なんかその場なんだけど、なんかちえちゃんはどっちかというとなんかロブの時みたいにちょっとこっちに戻る感じの回転に見えるから、体重があっちに行ってない。そうそうそう、行ってない感じ。左に。そこまで行かなせなくてもいいけど、結構やりすぎってこと。今のはやりすぎだと思う。こういうライ。あれだったらラフだったらボールって絶対上上がるよね。あ、上がりやすい。ちょっとポコンってなる、うん、だからその分だけクラブを少し立てておいてみたい。高さはどうですか、ね、今の良かった、うん、ちょっとあのまだ引っ掛けたけど、うん、でもミカちゃんはさ全然さそこなんか本当ポッコンしない。やだ、もう今の嫌だ、本当嫌だ。多分上げる打ち方はしてると思う。まだ上げる打ち方してるよね、本当、うん、知恵さんは今結構この閉じてるんだけど一生懸命。でもなんか違う、インパクトの瞬間に多分上がってると。クラブヘッドのがクラブヘッドがミカちゃんあの、うん、よりもヘッドが上がりが上だよ ね。もう少しちょっといい？そう、うん、そう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 、うん、そんな感じ。引いて引くね。こういう風に今少しこう、こうか、はい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 、はい、もうちょっとこのフェースが低く長く押してきたら大丈夫だよね。はい、うんうん、確かにミカちゃんもさ、うん、瀬川さんも結構こうやっていくもんね、うんうん、結構左こういう左側ね、うん、引くのね、はい、うん、ギューッと低くフォローする。今でもまだ上がってます、まだね、うん、だからどうしたって球が柔らかくなっちゃうね、はい、うん、出球が柔らかくなっちゃう。でも上げるのうまいイメージだから、こういうイメージがいい、うん、左の手の甲が下へぐーんとこう向いてくると、ね、こうやっていくときにさ、うん、はいはいはい、こうじゃん、はい、うん、なんか難しいけど分かるよ、言ってこと分かる分かる、こうそうだよね、こうはならない、うんうん、あ、上に上がらない、うんうんうん、もう一回ミカちゃん打ってもらっていい、はい、フェース面を気にしてんのか、はい、例えば手首の甲をそのまんまにしようとしてどっちの方。フェース面はもうこの構えたまんまでいきたいので、プラス上げないように低く打ちたかったら低いまま。長谷川さんが言ってる通り。どこをこう一番意識するんですか。左手。左手。左手。ここ。ここへね。
多分ここへこうやってクラブここへクラブ置いといてしても宮里さんの場合はこれぶつけないでしょ。ぶつけないと有村さんもしかするとこれをぶつけるかもしれない ね、はい、うん、そのくらいこうヘッドの上がり方がちょっと違うかも。どうですかお姉さん、そんな感じ、はい、はい、私はどっちかというと、うん、あ、うん、なんとなく分かる、うんうん、あ、ありますか。左の手の甲とヘッドの位置が違います、うん、抜けてるところがまだここじゃないですか。ああ多分もっと下。そう。ああそういうことね。分かった。軌道じゃなくてね。軌道じゃなくて。うん、今の方があの、うん、グリップの位置は全然低いよね。圧倒的に左手結構しっかり使ってるよね。使えますね。やっぱ右手が強いと上がっちゃう。あの低く長く持つ、あの低く長く出すって、うん、極論人が普通の感覚で打ったら上がるわけですよ、うん、このままでいくと。だから結構ね、あ、で、あのハンドファースト気味になっていくから こういう状態ってことでしょ、うんうんうん、そうですね、めっちゃ使うんですよここ、うんうんうん、だから左手がさっきねエレナが言ってたみたいに、はい、やっぱ圧倒的に左手のグリップが強くないと。なんかミカちゃん見ててもさ絶対にさヘッドがさ今のはいいですね、手を追い越すことがないじゃん、うん、ああそうですね、うん、それは、うん、ないかも。今のは自分の感覚でやっぱまだクラブがヘッドを追い越してるの。あ、うんうん、あ、分かるよ。だからクラブがヘッドをこういってるってことでしょ。ミカちゃんずっとこうじゃん。もっとこうってことよね。そうです。下、ちなみにボールをもうちょっとこっち側に置いちゃダメなんですか。右側ですか。はい、十分右。あ、今めっちゃいい。結構意識してる。うん、ナイス。右側寄りってことです。右側にもうちょっと寄せちゃえば、うん、フェイスが上がる前に当たるっていう考え方じゃダメなんですか。どれぐらい今ね、今だとね、これぐらい。こう出すのが難しいんだったら少し。でもこれ結構右。これ結構右ですよね。これ以上はちょっと、うん、逆に上から潰しちゃいそうで、うん、そう最初の出玉が上がらないと思う。うん、難しい。この時だけその意識してるんですか、左手を。こういう時にだけ。でアプローチは意識してます、左手は。右手はもう添えてるぐらいかな。これだと低く出そうと思ったら本当に低く出せられるよね、うん、まあ、うん、まだ、うん、それでもちょっと高いですね。高いよね。見して、はい、ちょっと先生見して。先生高いです。お願いします。俺がやるの高いんだこれで、うん、わかる。全然わかる。全然言ってない。言ってる、うん、あのさエンドの高さよ。エンドの高さ。エンドがさ見てたらさこうやってどっちかというとこういう感じなわけよ、使い方が。もうちょいキャリーかな。ちえちゃんはエンド多分こっちに降りるのよ、こうやって、うん、だからエンドをちょっとこう上げ当たる瞬間に上げるぐらいじゃない、この感じだと。イメージはもうミカちゃんも多分。私これピッチングですけど、うん、俺のピッチングだから そうだね。ちょっと重いんだよ。ほら、うん、ね、グリップがここにあるけどヘッドがまだこっちにあるもんね。そうそうそう、絶対手は追い越されてない。有村さんの逆だよね、はい、うん、ほら、ほら、うまい。今のうまいもんだ。一応そう、いいクラブだ。いいクラブ。ありがとうございます。で、ね、結構難しいんだよ。ちょっと吹きます。あ、でもなんか、あ、吹きますよ、ね、なんかっぽくなっぽい感じ。いやー高い。いや高いかな。まだ違ったぞ。難しいんだ。球が上がる。これ地意識バックスイング、これをかぶすか。うん、かぶせてみましょう。でもやっぱちょっと上がる。かぶせてるけどさ、フェースまだちょっと開いてんじゃない？開いちゃうかな。え、かぶせてるけどフェースが開くてどういうこと？じゃあ開いてんじゃない？かぶせてるつもりだけどフェース開いてんじゃない？あ、知恵さんの中でかぶってるけど。そう、かぶせてる。うん、違う。最初の構えで。もう少し。そう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 。それが結構スクエア。私のかぶせるは違った？
うん、ちょっとこっちなんですね、かぶすって、うん、違う違う、そうそう、うん、え、そっち、うん、そう、そっちだよね、こう、こう私は一生懸命、うん、どうしてたんですか、こうしてた、あ、それ開いてない、開いてるよね、右向いて、うん、あ、要はここのラインってことね、そう、私はこうかぶせたってこと、そうだから、私は今物理的にこのフェイスがそれは多分上がるわ、この高さが変わればかぶってると思ったんですよ、それかぶってないだけど、今エレナとか皆さんが言ってたのは、私の場合はこうかぶせてるけどフェイスがこっち向いてるから開いてる、そう、だから本当のかぶせるはこのラインが左向くの、そういうことです、理解力はあるんですよ、先生。そうそうそう。そうするとナチュラルで、理解力だけはあるんですよ。ちょっとだから、あんまりこうやって、あんまりね、こうやってどん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 ハンドファーストになっちゃうと、いくら被してるつもりでも開いてるよね。なるほど。僕今ちょっとグリップの位置直したじゃないですか。これぐらい？はい。あ、それだ。これぐらい被ってる。こう。マジ？まあ全然おかしくない。全然、全然、いやいや、全然おかしくない。全然おかしくない。大丈夫です。あんまりハンドファースト。ほら、刺さりそうだもん。あ、ちょっと警戒してますね。しかもそれでちょっとかぶせるって言われたのに、当たる瞬間、またちょっとギュッてやる癖なんでしょうね。でさ、わざとさ、ね、フックグリップで握ったら、あ、でも、あ、今この高さはいい、この高さはいい、てか多分私のかぶせるの概念が違ったってことよね。はい、ね、どん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 ハンドファーストしたら、かぶせてるやつが全然開いちゃってるよね。こうですもんね。そう、手が少しこっち側に来ればちょうどいいじゃないですか。そうですね、はい、はい、ちょっと感覚が違うだけでこの人がダフったりするんだっていうあ、その風ですか、うん、あ、いい、どうしてもやっぱりもうちょっと低いの多分出したいと思います。自分のイメージより全然高くいっちゃってるよね。もっと本当に低いしたい、もっと低いの出したいと思います。かぶしてあげてんだけど、当たる時にこうちょっと開いて当たってるよね。だってまだそんなにフェイスかぶってないよね。マジ？これでも？みたい。これは？あ、じゃあ一回私が構えますで、そのまま構えてください。いいね、いいね、こうはどう？ちょっと待って。まず足からいくわ。右足、左足、でこれね。うん、あー、でもこれなら構えれる。なんでだろう？え？そう。ボールの位置かな。さっきよりちょっと右にあるから。そうだね。ボールの位置かも。そう、ボールの位置かな、さっきよりちょっと右にあるから。そうだね、ボールの位置かも、低くなったけど、でもさっきより入りはいいかも。あの、自分で構えてる位置よりも手の位置があんまりハンドファーストになってないよね。あ、今ですか。あれ、宮里さんの方がハンドファースト、極端にこうやってハンドファーストいってないもんね。はい、うん、だから右、もっと右だからってこと。要は右足寄りに置いてるから、これぐらいだからってこと。はい、これ以上ちょっとごめん、これ以上こう出ちゃうとフェースがこっち向くからね、うんうんうん、少しだけ。なるほどなるほど、ハンドファーストにせずにかぶせる。そうです、そう、いいですね、全然開かない。あ、分かった、ほら、ちょ、分かってきたよ、音が違う、うん、分かってきた、うん、いい音。どっちかというとギューッとこう手を前に出すよ ね、 ね、マジ、うん、いい音だった、はい、なるほどなるほど。それ以上手が前に出なかったら絶対開かない、うん、なんか気持ちいい。全然いい、全然いい、なるほど、OK、すごい、すごい、分かった。上げるときはどうするんですか。上げる、このシチュエーションでですか。この手よりもその上げて打つ、私あの一人練習してるわ。どれぐらいの距離ですか。例えば1ぐらいにピタンとこう上げて止めるみたいな。私も人のこと言えるかどうか見に行きたい。ここら辺、あ、そのすぐ手前でいい。手前だと開いて、なるほどね、カットに。このシチュエーションだったらさ、かぶせられない。かぶせられないよ、だってまあまあキャリーしたいもん。うまっ。多分使ってるかも。クラブエースの向きが全くこう開いたまんま当たってるね、うん、今の時は左手はなんかよりも今はこう振り抜きたいんですよ、だから。でも左は一応使ってはいるのかな、こう。ほら、めっちゃ良くなった。おー、低くなった。おー、いいね、めっちゃ良くなった。有村さん、手の位置が違うわ。めっちゃ、はい、これだと刺さんないですね。刺さんないね。なかなか私、かぶせたら刺さっちゃうから、うんうんうん、気持ち悪かったの。ちょっとハンドファーストがきつすぎたよね、うんうんうん、だからどうしたって。うん、よし、試合出るか。そっか、うん、あの手の位置だったらいいよね。あ、いいと思う。ほら、ね、今も完璧、うん、あの手の位置だったらいいよね。あ、いいと思う。ほら、今も完璧、うまい、うまい、確かに。
入る。なんて。おうまい。じゃあバンカーなしで帰りましょう。いや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 バンカーはみんな。これミカちゃんの今のあげるやつは。はい。でもこれはだいぶ高度になってくるかも。でも私あのあげるやつはさっきの長谷川さんがおっしゃってた、一番スランプの時はやっぱこうやってあげるとこう刺さるんですよね。刺さってこうダフったりとかするから、うん、あの一番スランプの時はやっぱ遠側で構えてたんですか。構えて、でこれでノーコックでこうやって上げてた。ちょっと 今ちょっとトップ目に当たったけど、ノーコックノーコックの遠目のこれ、なるほど。全然違うなこれっていう技もあるだけで、あの、ね、ベーシックはミカちゃんの調子いい時はそれをやるんだけど、ダンシングでリスト使っちゃったら球飛んじゃうもんね。はい、ダンスイングは絶対ノーリストだよね。球上げ、あのここをこうなんかあの強く入りたくない時はこうやって打つと、うん、へえ。あ、ちょっと今ちょっと先に当たったけど、うん、ちょっとあのダウンブローで入っちゃうと良くないから、へえ。逆に手打ちなんですよ。そっか。俺はめちゃんこハンドレードにしちゃうけどね。ハンドレードですか。うん、だって球を弱い球にするには、あ、そういうことですね。うん、それバンカーの時見たことある。こうしといて、うわーこれね、見たことある。こうしといて、うわーこれね、ね、ハンドレードにすれば、そうですね、やっぱハンドレード気味の方がやりやすいのか。絶対こうこうこう。これさ、男子プロ結構うまいよね。うまいうまい。うん、それやってるイメージありますね。ね、こんな感じね。だからもう構え方はハンドレートにするだけでも。ハンドレートにしない？ハンドレートバンカーではあります。うん、あ、僕はあの止めたい時はそうやってやります。そうすると手よりヘッドの方が先行するじゃないですか。ハンドレートめっちゃトップしそう。まあ、そうそう、できるだけ内側にこうですよね。そうです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 。気持ち悪。そうです。ほら、でもうまい。でもさ、感じは違うよね。うん、違う。いやでもスピードの問題じゃない。まあ、多分ちょっと恐る恐るやってるから。そうね。いやでもうまい。うん、球が全く死んじゃうもんね。うん、死んでますよね。自分だったら。パスしない。自分だったら。うん。あ、うん、あ。ね。いい音。いい音。うん、低くする時とのさ、なんかもう抜けるクラブの位置が全然違うよね。うん、でも絶対スイングスピード大事だと思います。高い球を打つ時は。早くしてる？ゆっくりです。やっぱ、はい、ゆっくりです。だから普段よりバックスイングこの距離打つのでっかく上げないとダメだよね。うん。うんうん、ふわっとやる、ふわっと打つとき早くするときも稀にあるけど、あの球を殺したかったらゆっくりだよね。そうね、ゆっくり大きくだよね。ゆっくりがアプローチ難しいです。難しいよ。早くすると皆さん多分早くなります、うん、アマチュアの人とか、うんうん、ね、うん、早くするときってどういうときだろう。すごいスピンかけたいだけ、めっちゃ止めたいとき、止めたいときとか、ね、ちょっと遠くへ打つときね、はい、遠く、そうですよ、遠くに打つとき、なんか芝に負けたくないときとか。あ、そうですね。うまい、うまい、うまい、早い、早いバージョン、うん、だけど早いバージョンこれはやっぱあの一か八か感がすごいよね、うん、あります。ゆっくりの方がやっぱ確実性が上がるというか、うんうん、あります。あの強くこうバンカーの方が分かりやすいかも。あ、確かに、ね、バンカーの方があとそういう状況がよくある、うんうん、早く振るかゆっくり振るか、そう、行きましょう。緩ませたい、緩ませたい、緩ませたいん、どっから打つの？あ、みんなが正解をやる前に私やりたい。みんな正解ですよ。うまい。まあ、マジでなかったっすね今。ないよね。でもさっきのとこより全然ある。なんか私緩ますできないかも、バンカーでもしかしたら。先生。うまいね。本当に。いやー、むずいね。こんだけ距離あったらまだ。止められるかな。うわ、ダフった。なないよね、うん。ちょっとヘビーになっちゃった。そうだね。繋がないね、確かに。今その長谷川さんがおっしゃってたこの
バンスを当てずにリーディングエッジから、うん、砂がない時の力だね、うん、あ、すいません、こことか砂がないじゃないですか、あ、はいはいはい、エッジ汚くなっちゃう、リーディングエッジを入れるっていう、ここでももう十分砂ないです、ない、はい、どうやって打つの、普通はこう、そう、こうするじゃないですか、開いたら砂がある時はいいけどね、ここからバンスから入れるとクラブ跳ねるじゃないですか、はい、あの普通砂があればバンスからこう土があるから、はい、砂があるから跳ねないけど、硬いところを跳ねたらみんなこう、だからホームランは開いたホームランになりやすいよね、でもし僕が、ま、打つんであればクラブをこうあんまり開かなくて、あ、そういう打ち方か、結構ね、打ち込んでる、あんまりこうやってやったら、うん、普通に打ったら、あ、ちょっと当たるんですね、うん、まあまあそこそこ砂あるからね、そう、もうちょっと砂がない時ですね、ここ全然砂ないです、ここ、ベアグランドみたい、これ難しいですよ、このくらいなフェースを向きにしといて、うまー、このくらいなフェースを向きにしといて、うまー、うまくいきましたよね、だいぶうまい、フェースをそんなに開かず、うん、このままで、あとはバンス15だからですよね、あとはボールのクラブの入れるところは一緒です、でもちょっと2構えしてます、こう2の方を当ててますか、さっきより2側に構えてますか、こうやって、はあ、いやそれは全然意識してないけど、うまい、全然跳ねてないですよね、跳ねてない、うん、だから僕がやるんだったら、うん、もうこれだったら絶対開かないです。開かない。全くノーマルなフェースでやります。ほうほうほう、硬い、相当硬いよここ。ここ何して硬いよ。さっきのレベルじゃないから。うん、でも本当にあるんですよ。硬い時。フェース開かないで。日本でなかなか見ないけど。うん、本当、うん？結構あるよ。本当？うん。うまい。甘くないで、でもちょっとダフってる。いやで。でもこれを許容した方がいいってこと？いやー。全然 OK でしょう。全然 OK でしょう。なんだろう、ちいちゃんを呼び出される気配ないけど。ほら、これで全然いいと思う。上手いよね。全然うまく入ってますよ。めちゃくちゃ入れ方上手いと思うけど。でもこれでもうちょっと掴めばいいのか。そういうことです。距離感をね。距離感を。あ、でも確かにこれだったら寄せれそう、まだ。うまい、その音やばい、そんなに、ね、うん、そんなに跳ねる要素がないでしょ、うんうん、これ開かなかったらこの音出るよ、そう、ただ単にこれ開いたらね、多分かかる、その前振り恐怖怖い、だから何もしてないもん、振り幅を小さくしとけばいいんだよね、あ、うん、こう、うん、そうそうそう、手前のボールの手前にドンと入れちゃう、うん、でもちょっとビビってる、あのあれじゃない、距離感だけじゃない、あとはすごいな、これは、うんうんうん、こんな感じ、距離感は別としてもあんな感じですよね、うん、あのだからゆっくり振る早く振るはロケーションがちょっと伝えづらいんですよね、なんか多分ゆっくり振るって本当にもう手前、ここからもうピンがここ、え、じゃあペットボトル置くよ、うん、ピンがここでグリーンがここ、なんか本当になんかバンカーがグリーンのすぐそこにあるような状況の時、うん、これぐらい、いや、ここえだってここだとそこそこ振れるじゃん、え、確かに超手前のバンカー、え、何ここで振らないの、ここでグリーンがここでこっから始まりますみたいな時あるじゃん、うん、ボールをどこに落としたい、極端、あのシチュエーションだったら、うん、極端極端、めっめっちゃ早く振って切る、しかしないかも、あー、切る、うんうんうん、なんかこういう時にちょっとここだとラフだからね難しいんだけど、うん、なんかできるかな、ちょっとやっぱちょっと下硬いから、うん、気をつけて、うん、こんな感じの、なんかそれできるのすごいよね、うまいうまい、なんかやっぱこれが私できん、球止めたくて、まあ、これライがいいからいいんだけど、うん、こういうなんかちょっと強めに入れると、え、やっぱ言うことない、うまい、うまい、違いは何ですか、いや今の音、なんかあのスピンは絶対的にかかるんですけど、うん、少しでも今の速いやつだと少しでも入り方が
ちょっとでも変わったらすごい飛んじゃうんですよ。結構完璧な入り方をしないと、あと今とかまだ左足上がりなんでいいんですけど、やっぱちょっと左足とか下がってたらさ、もう絶対あの強めに入っても止まんないんで、これは絶対難しい。これはもう絶対ダメだよね。ダメ、絶対寄んないよね。これとかだと絶対無理だよね。これとかもやっぱクッション、これ緩ませるはちょっとむずいけど、なんかさ、そのちえちゃんの緩ませるその感覚さ、うん、本当にわからない。難しくてできない。ちょっとこうなる。今絶対なると良くない。いやでも今のはちょっと下から入ったなんかなんでこれをこんな技があるんだって思ったかっていうとね、覚えてない、福岡でさ日韓戦やった時にジャン・ジョンがさバンカーショット打ったの覚えてない？ JG ですか。小賀先輩とプレーオフして、うん、ロングのそう、めっちゃもう近くて本当にもう超柔らかい球じゃないと絶対寄らないところで、うん、すごい緩ませて打ったの。そう、それであ、なんか自分たちの感覚だとやっぱもう早くバンって打つんだけど、うん、何今のスピードって思ってそれでやっぱもうなんか球が死んで、うん、確かに大怪我しないんだよね。と前で言うと二十歳ぐらいだよね、うちらが。そうね、二十歳ぐらい。あの人でも抜群にうまかったもんね、アプローチ。そう、うん、こんな感じのなんか結構上げてゆっくり、ここでめっちゃゆっくり、うん、うまい。ゆっくり振ってんのにインパクトは緩まないって言ってんのは何ですか？あの私の感覚的にはやっぱあのバックスイングめちゃくちゃ上げてるんで、ここでからもうクラブが勝手に落ちてるだけなんですよ。なんかあの手でこう落とすんじゃなくて、ここからクラブも腕をこう落とすだけでクラブが結構手首も使ってるんで、高いところから純粋にクラブが落ちていくだけで、ある程度スピードも出るし入射角も入るんで、なんかそのもうなんか反動で飛ばしてる感じですね。宮沢さんとかできない？美香ちゃんも絶対あのやってるんですよ。やってますか？うん、緩ます。だってやってるの見たことあるもん私。嘘。うん、これは手を使っちゃいけないでしょ。体で、はい、手使っちゃうとボール飛んじゃうもんね。はい、体のこう、うん、飛んじゃう。ちょっとスピード落とす感覚だと思う。もっとスピード落とす。バンカーでスピード落とせんのすごいけど、でもでもね、本当に一回ね勇気も、そう、あ、これか。うん、だから別に思ったより、そう思ったより難しくないんですよ。ただ勇気がないだけで。確かに。やってみて、エリナ。マジで大したことないのよ。どれだ。勇気だけ必要なのは。あれ、エリナさんアプローチ見たら絶対できると思う。うん、ああ、アプローチはわざと緩ますからね。そう、できる。あの感じだ。なんかバックスイングとにかく大きくすればいいだけだから。うん、あ、でも近いくない？近い、うん、近い。でももっと極端にやっていいよ。もっとゆっくり、ゆったり。結構ゆっくり振ったつもりだよでもまだ振りにいってるもん、うん、うまいけど。ありますあります、ありがとうございます。めっちゃうまいけど、マジで今ので振りにいってんの？振ってないよ。でも多分あのこのインパクトでゆっくり、いや、てかあとボールのあの体重配分がちょっと右すぎるのかも。こっちすぎるってこと？うん、もう少し左。ああ、そう。これで構えるとかないわ、感覚的に。嘘。うん、うまい。今のどう？ああ、うまい。ね、これをさ、右体重でやっちゃダメなんだ。右体重だと多分こっち引きたくなるじゃん。うん、こう左足体重。そうね、引きたいからこっちに構えてる。そう。おー、よくない？めっちゃゆったり触れてる、うん、あー、確かに体重配分。だから私はさ、ちえちゃんのそれを見てもやれないのはこっちにあるから。多分そうだと思う。こっちでやれば、うん、できるってことね。もう上からたたたんに落としてくるだけだから。はい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 。あれだよね、サロンパスの18番の奥とか、やっぱこういうの欲しいじゃん、うん、あー、めっちゃむずいっすね。わかります。ちょっと今のは走ったね。走った。あ、18番のグリーンオーバーね、はい、あの茨城のね、やっぱこれぐらいの、はいはい、すごいスロープだもんね。はい、緩ませ方したい。もっと右寄りなんですか？バンカー体重配分右かも。あ、本当？俺には無理だな。こうかも。いや、見せてください先生。いやいや、こんなあ
ちょっと僕多分ね、同じ傾向にあるから。やっぱ引く側だからね。引く側だからやっぱり、いかに簡単に引けるように構えたりとかしちゃうから。左体重って分かんない。ね、まあ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 ですか。うまい。これはまあまあですか。なんかもし私が左体重だったら、うん、左体重に構えた後多分引いちゃうかもこうやって。右足を。あと左をこっちに引いちゃうかも。左を引いちゃう。こうやって。なんかさ、エレナの左足体重はうまい。うまい。ゆっくりだ。ゆっくり。はい、めっちゃゆっくりです。スイングをゆっくり、ゆっくり大きく。右足体重ってどうやってやるんですか。なんかエレナの左足体重はさ、もうさ、ここにあるから。もはやさ、あの。左足体重ってじゃなくてなんかあのめっちゃくの字なんだよ、こうなんだよすごいのよこれが。なんか普通にもっとあの高くてよくない。高くて左足体重何、そうそうそれ、そういうこと、そうそれ、まあてかそこまで極端じゃなくていいんだけど、それかもっとオープンスタンスにした足を、うん、結構、うん、あーこれはわかる、わかります、うん、スクエアで多分左体重、そうだね、気持ちだからだよね、こうなんかさ、こういきたいんだよね。でこれ普通のチョコレートで打ってみて、はい、あそれ15のやつで15あそうだ、これでバンカー打ちたかったんだ。ちょっとやってみてくださいよ、多分今そのショートバンカーね、ゆっくり打ってみてください、これでね、やってみてやってみて、お願いしますよマジで右側怖いっす、気をつけてください。あそう、入る気がしないからね、うん、いややっぱどうなっちゃいますか、うん、絶対関わり方が違うんだよね、当たる、やっぱり緩んじゃうね、うん、どうしてもね、そのスピードじゃ負けるってことだよねきっとね、てか先に何かが当たってる、ここで何かが当たってる、それはバンスですやっぱ、はい、ありがとうございました。でもあの逆にこれだとこれやる必要ない、普通に振れるってことでしょ、普通に打った方が抜けるから、そうだ、ね、めっちゃ抜けいいから だ,、ね、だから僕はねこれあんまり細工しないですよね、はあ、あのやる必要ないですよね、そんな柔らかく打とうとか、だから勝手に柔らかく打てる、あんまりできないことをしないように、このままノーマルでやりますよっていうクラブですよね、だから確かに確かに、うんうん、いろんなこう技術は皆さん持ってるからね、あのあれだろうけど、あんまり難しくやらないようにやらないように、うんうんうん、ゴルフってあんまり難しく考えないのが一番いいじゃないですか、いやシンプルにね、そう思います、うん、そうです、はい、それがなかなかできないんだよね、そう、うん、なんでなんでだからやっぱり船橋来なさいってあの勉強になりました、ありがとうございました、めちゃくちゃ勉強になりました。そうだよね、俺がジャンボのキャディー行ったのと同じだよ、もう担ぐのでついていくので手伝いだよね、いつもあの重たいクラブあるんで、いつもってもうそのまま寝せてパーンって打って作る、あ全部自分で作るんで、むしろ私まだ一度もお会いしたことない、呼んじゃえばここにえ、呼んじゃんぼ店行ってなんか唯一私どうしてもジャンボさんに会いたくて、どうしても会いたくて、私古賀先輩の結婚式受付やったんですよ。